洋式大極拳とは、中国武術の一門派であり、伝統大極拳の中でも代表的一派である。その起源は、河南昇鎮夜行在住の武術家、鎮長公について、鎮家大極拳を学んだ、洋路禅が大政の後に独自の創意工夫を施して創始されたものと言われる。その後、洋路禅の孫である、洋清始が、陳氏の憲法の号の一面を取り除いて、 柔らの特徴を、主とした、洋子対極拳を確立したとされている。この洋気よしはじめが改変した、洋子対極拳が現代において、洋式対極拳と呼ばれているものである。洋路禅は、実践名手として、洋無敵と称えられ、その評判ゆえに壊れて、新朝の王族、貴族の多くの者に享受した。その拳は、非常に柔らかな動きで、弁慶あるいは、 家兼とも称されたと伝えられる。その後も、洋路禅の子、孫と三代にわたって、洋式は改変され、現在最も普及しているスタイルは、洋路禅の孫、洋清始が伝えた、大化式の当時である。洋式太極拳の理論書としては、洋藩公伝の太極拳旧分けや洋清始伝の太極拳老、不三十二回がある。洋一族のみ。 なぜあれほどの無敵の強さを誇ったかについては、元来洋一族のみ伝えられていた拳を家電の被験とし、秘密裏に練習、伝承し他には伝えなかったため、組と向けに伝えた軟弱な当時を他に伝える派のみが増えていったとする説がある。洋式対極拳にも、比較的素早く細密な動作を含む洋や消化式及び、 用件に素地放水など特殊な当時が存在するが、最も普及した、清氏はじめの王家式の動作は伸び伸びとして緩やかで、初強は、安強で、老若男女を問わず練習がしやすく、最も広く行われている。健康法として、有名な艦二24式対極拳などの制定対極拳は、この様式を一番の土台として、各派の対極拳の要領をも加味して構成されている。 主要な洋式対極権の当時には、創始者、洋路前により、武闘対極権を編成した108式、それを孫である、陽清めが改編した85式があり、85式は制定権の24式及び88式の元になっている。85式は、古式洋式対極権として武闘派などに伝承されている。陽清め式対極権。 第5ページ参照作者、ヨーブリモト出版社、厚生民族出版社 ISBN 978から75億363198442009年6月発行、中国武術百科全書第92ページ参照作者、張陽ーテーラ出版社、 中国大百科全書出版社 ISBN978 から75億6万8711998年1月発行、外見で、激しい打撃動作を見て取れる名強氏に対して、打撃動作を見て取りが大発、強氏の仕方を、安強氏と呼ぶ。書籍、勘二24式対極圏で骨の髄まで練り上げる、技法 P71、13税より引用。 ありがとうございます。